はい、えー、こんにちは、リエレルの沢です。えー、今日は、一、えー、1月1日、新年明けましておめでとうございます。今年もまたよろしくお願いします。 朝早くてまだ暖房効かないんですいませんまたあのコート着たまま、えー、ごめんなさいえー、と以前からお送りしてますあのアイスウィスプーを使ってリスムの初歩的なことをこまぎでお伝えするということをやっておりますそのシリーズのまた続きです、えー、また例によってあの M ・ヒロイさんのコードをもとにして進めていきたいと思ってます今回参照させてもらったのはこれはえとこれなんだっけ 数読数読の、えー、パズルを解くそれで,すであのその動作の詳しいことはあのゆみひろ恵さんのページに、えー、丁寧に書いてありますし使われている構文も「f だとか、えー「今度だとか今までご説明してきたものばかりですので、えー、今までご説明してないところを,を,をあのお伝えしたいと思ってます。というのはあのあ配列ですね えとあれ、えー、なんですけどもここの部分をご覧ください DefGlobal で、えー、900っていう変数に、えー、とこれは2次元の配列を、えー、設定しているものです。うんえー、と数独っていうのはねその、えー、ボード上の盤上のこう数字をいろいろこうあの計算を組み合わせていうことによってこう解いていくっていうふうなものですから。 えどうしたその番を表す二次元配列が必要になってきます。えー、それで、えー、これなんですけどもあの、シャープ 2A となってます。2ってなんで二次元の、えー、配列あ。A はあれから来てるんだと思いますね。二次元配列ですよと。 で3次元も4次元も作ることができます。えー、あれいは1次元の場合は、あのベクターですね。ベクターの場合は何も 2a とかつけなくて、シャープなんとかかんとかってリストをつけると、それがあのベクターになります。えー、1次元のまあ配列みたいな感じですね。ということで、 えー、まだちょっと動かしてみましょう。実はね、これやったら、昨日やってたら動かなくて、あれ、まあ動いたはずなんやなと思ったら、あ,の、えー、あれのとこにねあの、バグ入れたんですね。昨日慌てで直してました。現在のバージョン、えー、1.67で正常に動きます。えー、っとー、で、えー、っと、テストっていうので起動して、えー、これで答えが出てきます。 でそのアレ、うんえー、に対してこう書き込んだり読み込んだりするときなんですけどもここですかねセット F、ALEF なんとか出てきてますね、えー、a l f ってのが、えーっとまあ、例えばあの9 0 0っところに配列が入っていますで、えー、っと読み出すときは a l f ですね a l f の、えー、9 0 0の うんえっ、ー、と行列の順番だから12ってやれば、えー、0は返ってくる1の2だからここかなあちょっと分かりにくいですねえっ、ー、とどこがいいかな00だと一番最初の要素ですんで、えー、この5ですあここはねあのー、数学の学校 あの学生さんにとっては、あのえ、え、なんで、行列って普通、あの1行、1列から始まるじゃないですかって、えー、思いになると思うんです。えー、ところが、なぜかのコンピューターの世界、リス、まあ、大体そうだと思うんですけど、あの行列、配列をですね、0から 始めるのがな,な,なぜかななんですね、えー、なのでもうしょうがないんで慣れてしまってください。あのまあ、自分でね、あのアクセス用の LF に変わるやつを自分で定義すればあの1から始まるインデックス、数学と同じようにすることもできます。えー、なぜかそういう約束事になってますんであの慣れてください。えー、で、LF で要素にアクセスしてセット f で あのセットすることができるんです、ね、だから00要素のところをセット F のえと5になっているところを6にしようっていうとこうなりまして900はっていうと最初の要素が6にえー置き換わっていますこんなふうな使い方をしますさてそれでそのえーまあ普通にあのコモンリスプとか IS リスプは配列が使えるんですけども実はあの使えない処理系 っていうのもあったりします。えっと代表的なスキームですね。なぜか固くないにスキームっていうのはあの配列を入れてなくてですね。あのリストで、えー、やってますリ。リストをネストさせることによって、えー、アクセスするんですけれども、これ効率悪いですね。あのリストっていうのは先頭から順番にかー くだ、くだ、くだといって、かを取るということをやらないといけなくて、えー、それをやってると時間がかかっちゃうんですよ。ところがあの IS リスプとかコモンリスプでの配列というのは C 言語の配列と同じ仕組みになっていますので、インデックスを指定すると即座にその要素を取り出すことができますので、えー、アクセスはリストに比べれば、ぐっと高速です。 うんだから、あのこうっの手う問題の時には、えー、普通に配列を使って、えー、いいほうがいいですね。もともとは何ですか、ね、リ,ストリスプっていうのはリストプロセッサーに由来するっていうふうに聞いてますんで、まあ、マカシー博士のコーチのデータ構造って言ったら、まあ、リストしかなかったんだでしょうけれども、まあ、その後、いろいろと、ね、あのリスプも発展を遂げてきまして、えー、結構いろんな、ね、データ型があるんですよね。まあ、配列もそうですし えー、文字列もありますしキャラクターもありますしコモリスムに至ったはもっともっと何か <laughs> いろいろあったような気がしますけれども、えー、普通にあのプログラミング言語として備わってるものは、まあ、i s ムには備わっておりますので。えー というふうなお話です。えー、まあ、おかげさまで、ずいぶん気がつかなかったんで、1.67で、あの、アレのところのインデックスのね、計算ミスがあったんですね。なぜか検証テストでも引っかからなくて、あのーま、間違えたのでな、なぜかうまいことやったんでいいのかなと勘違いしたんですけども、おかげさまで、えー、修正することできました。はい、またそんなことで、えー、えー あれです引き続きまたあの細々気がついたらドア上げようと思ってますんで、えー、本年もまたよろしくお願いいたしますそれでは失礼します。